役目を果たさなきゃいけない。役目をね、果たしていくから、みんな、見てて。うっ、ほら、からの、はい、からの、はい、あれ死んだね、絶対、OK。からの、からの、はい、矛爆発で一枚やってからの。はい、どうも、フルイド完全に分かっちゃった。で、おなじみ、フルイド完全に分かっちゃったマンです。よろしくお願いします。というわけで、今回はね、この、新武器の、フルイドをマスターしてしまったので、まあ、それで実況解説、皆さんに見せていきたいなと思うので、よかったら、最後に見てくれたら嬉しいですというわけで、まあ、この辺はね、適当にこんなちょろちょろってやったら、勝手に死ぬんで敵が、なぜか、僕何もやってないんですけど、敵が勝手に死ぬので、はい、それはまあ、致し方なしといったところか、とりあえず、これね、圧倒的な塗りの制圧力、見てください、皆さん、これ。もうこれやばくね？これやばすぎるでしょ、普通に。これで敵が死ぬんだもん、もう、もはや。そして、この私、クルイド完全に分かっちゃったマンはですね、この冷却弾、この冷却弾を完全にマス、冷却弾を制す者にのみ、まあ、明日を訪れるということで、まあ、ギアはこんな感じです。ステジャンね、最初積んでたんですけど、ステジャンいらねえなって思って、対物が強すぎるんですね、このゲーム、なんとびっくり。対物積んだら、カニタンク一発で割れるんで、びっくりですよ、普通に。もう。俺の配信見てる人ならわかると思うんですけど、なんかカニタンク、もうここが最後の砦で、カニタンク発動バチコーンみたいな感じで壊れるんで、まあ、それが面白いかなと思います。とりあえず潜伏でハンクさせていきたいが、味方に飛ばれた上に、ホップソナイを切れない病が発症して、まあ、一旦帰宅です。さあ、とりあえずこれハンク刺すか、まあ、メインでショルか、まあ、二択なんですけど、まあ、味方もね、まあ、だいぶなかなかフルイドの使い手ということで、はい。帝王イカ君は、まあ、だいぶ、きちいということで、まあ、でも、まあ、帝王をあのタイミングで吐かしたということは、まあ、この先帝王がね、僕らに襲いかかってくること、まあ、当分ないので、まあ、その間に、ラインを上げていきたいと思います。上げてね。はい。おい、はい、もう、ハンコ吐くの丸分かりしつつ、全然知らない人が死んでるけど、全然知らない人が死んでるというわけで、どこ行った？やばい。俺、おじさんだから。さあ、科学の力でね、カウント20ぐらいまで矛がなぜか戻ってったので、そしたらもうこれしっかりと、この見てください。この塗りの、この塗り塗りの、塗り塗りの制圧力。これね、もうやばいでしょ。光栄で、弓ってなんか今まで、何もできないみたいな。中途半端すぎて、割と嫌われてたんですけど、このハンコ投げね、うますぎる。このフルイド君は、遠距離めっちゃ濡れるマンなんで、別に後ろにいても、そんなに足手まといに感じないっていうのが、いいところですよね。そして、スペシャルがめっちゃ回る。さあ、一旦これね、後ろ、一緒に処理してあげるか。あ、ナイス、うまい。いや、なかなかやるね。この味方のフルイドも。この味方のフルイドも、また、フルイド完全に分かっちゃったマンかもしれない。さあ、ハンコたまりそうだから前出てあげたいな。この武器のね、マジでいいところはね、前出れるとこなんだよ。他の光栄と違って。しかもめっちゃ強い。前出たら。ま、バレルとか、スピナー系でも前出れるっちゃ出れるんだけど、これ前出て、こんだけの前線力を発揮するのは、この武器だけって話わかるめん？さあ、しっかりと。冷却弾で、はい、圧をかけていく。圧をです。よろしくお願いします。スッ。お、でもだ、これはね、ノックアウトチャンスです。ノックアウトチャンス。3、2、1、GO! おう、お、お、ナイス。GG プロ、ありがとうございました。さあ、2戦目どんどんやっていきましょう。リッターフルイド来ましたね。まあ、これね、結構悩める乙女の編成だと思うんですけど、ま、さすがにリッターフルイド編成ね、ちょっときつい。ちょっときついんだが、しかし、圧倒的な塗り力、圧倒的なスペシャル回し力によって、まあ、ウルトラハンコップ溜めまくって、前線マンになること可能なんで、前線全然出ちゃいましょうか。だからこの射程で、この塗り力、それがやばすぎるって話です。絶対死んだね、あれ。はい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 。ユミコちゃんも？ユミコちゃん、しっかりと。あ、タケコちゃんは？もうタケノコちゃん？おい、オッケー。はいはいはい。さあ、ちょっとガチョコ持たれてるんだけど、全然大丈夫です。はい、しっかりと。いや、これ死んだでしょ。死んでないか。はい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 。よし、しっかりと。関門突破からしていく。後ろいます。ホットブラスター。いや、おう。オッケー。いや、近距離このように強い。さあ、皆さん。見てください。これがウルトラハンコの、ウルトラハンコ水槽です。しっかりと、あ、ごめんなさい。いや、でも、俺は、ここで、役目を果たさなきゃいけない。役目をね、果たしていくから、みんな、見てて。ほら、からの、はい、
からの、はい、あれ死んだね絶対、オッケー、からのからの、はい、矛爆発で1枚やってからの、いやこれは絶対にノックアウトチャンス。ツイートはゴーアウ、ナイス GG ブロー、ありがとうございました。さあ3戦目チョウザメゾウセンですね。チョウザメゾウセンはですね、ここね俺調べによると、まあ、古いとちょっとね、あの矛がきつい、あの他のルールはそんなことないけど矛だけちょっとね微妙っちいね多分これ、なんで無双していきたいと思います。さあとりあえずこの初動だけ強いんだよな、初動だけ強いんだけど、あの矛って戦う位置が変わるんで、戦う位置が変わってなんか矢倉みたいにここで戦うみたいなのがないから、フリーダムな時あのやることなくてね困っちゃいますよねこの武器は。さあとりあえずインク出しすぎ注意報出てますね、だいぶインク切れ起こしてるんで、これは矛持ってもいいが、いやだいぶ残ってるな、さすがにバレてるか、さすがにバレてるとなったら、まあ、一旦味方の方寄って、ちょここやばいですね、戦時中ですね。じゃあ後ろ下がって塗りますか、まあこれ塗り性能マジ半端ないんで、うわぁ、ここに私は、え、すごっ、そんな登り方あるんだ、すげえな、最近の帝王以下は発展してんだな文化が。さあここでねもう長いこと待ちますか、いや他の光栄とはね違ってね、ここでちゃんと潜伏を刺すことができるこの弾力、さあこれ関門行かれずに止めてんのがねマジで偉くて、まあ、エラをちゃんと呼んでいただいて構わないです。さあとりあえずこれ矛マジで持ちたくないランキング第1位、これこれさ俺のキルで結構試合が成り立ってると思うんだよな、だからこれ俺に持たせるのはちょっと良くないかもしれません、皆さん聞いてください僕の話を、俺のこれマジ持ちたくないんだが、はい、しっかりとやって、いやこれマジ頼むよ、ウルトラハンコを持つことによってこのあれこれ味方フルイドじゃなくてボールドなんじゃね、じゃあまあ矛持つかというこのねこの相手の味方のこの心理を誘導する作戦、さあこれ持ってほしいが本当に俺が持ちたくない、これ実はみんな頼む、相手のフルイドはもうガンムシでいいですね、これガンムシコちゃんで、ちょ本当に持ってほしい、ちょ本当に持ってほしいが、あ君も結構困ってたんだね、今持ちたかったけど持ちたかったけど困っていたんだ、しっかりと矛割ったんですけど帝王やばいですね、帝王マジで強い問題あるよな今、いや帝王マジで強い問題日本が抱えてる闇なんですけど、まあ、それを解決していきたい俺はどうにか、この帝王に屈しないそんな活動を今からやります。さあとりあえずでもこれ関門1個分の差クソでかいんで矛って、まあ、最悪関門で止めちゃえばもう GG ブローありがとうございました状態になるんで、はい、ウルトラハンコね、ウルトラハンコ使える人は投げハンコ当たんないです普通に、相手がどこに投げてくるかを分析してるんで、はい最強、いやこの中央の戦いになれば、中央の戦いになれば、あ引かないんだそれ、えそれデス確定じゃない、はいはいよ2、はいデス確定、オフナイス飛んでない、オッケーナイス、ええー、いやこれマジ頼むよ頼む、矛持ってほしい普通に、いやだって見てこのこのさフルイドが矛も持たなかった時のこの敵が死ぬ割合だいぶ高いです、だいぶ高ちゃんです、はいはいはい、もうこれ右側フルイドだけで完結してますから、もう帰っちゃったもんだって、もうこれ右フリーですよ、ドドフリー、ドドフリーだが、しかしだがしかししかし裏取りバレてるがそんなの関係なしと、そんなの帝王以下で関係なし、はい矛泥棒をしっかりと投げハンコ合わせていく、この確かなるこの手、これね関門で止めたのがマジで生きてきてるね、いややっぱウルトラハンコって最強なんだ、ウルトラハンコを下方修正していいですよ、最強すぎるんで、とりあえずこれね右から行かれるのも視野に入れとかないといけない、なので僕は右に行きます、絶対誰か来るよこれ、これ正面ねこんなに敵がいっぱいいてね、はいジジ、はい正面こんなに敵がいっぱいいてサイドに展開しない方がおかしいんだから、こんなの、はいナイスやり、いやこれはあと43秒、しっかりと、いや偉すぎるウルトラショット、ウルトラショットはあのさっきの、あこれやばい間合いだ、ウルトラショットはあのさっきのあのウルトラハンコの下りと違ってマジで下方修正した方がいいですよ、結構ガチ、これ結構ガチガチのガッチくんなんだけど、はいはいしっかりと、いや味方人数不利の時にねこうやって位置ができる存在、あマジでロー、お願いします、あれそんな捨てられた俺、いやでもしっかりと、いやここでハンコをなくしたってことはもう古いのは前に出る力ないんですよ、ってことは俺らは引き打ちで対応しちゃえば実質人数有利、GG ブローありがとうございました。
どうでしたか皆さん。この動画を見てフルイドを使いたくなった人はコメントお願いします。使いたくならなかった人は、今日のお昼ご飯でも書いといてください。じゃあチャンネル登録高評価よろしくお願いします。バイバイ。